A.L.A. ベイクンタ・パーマローは2020年に公開されたインドのアクションドラマ映画、トリビクラムスリニバスが監督、アル・アラビンドとエス・ラーダ・クリシュナがプロデューサーを務めた。主演はアル・アル・ジュンとプージャー・ヘイグデイが務め、助演キャストとしてタップー、ジャヤ・ラーム、スシャント、ナブディープ、サムドラ・カニ、ムラリ、シャルマ、ラジェンドラ・プラサード、スニール、 サチン系デイカル、ハルシャバルダンが出演している。映画音楽の作曲は、エスタマンが手掛け、撮影と編集は、p s ビノードと、ナビイン・ノーリーが手掛けた。映画は2020年1月12日に公開され、トリビクラムのディレクションと、脚本、アル・アルジュンとムラリ・シャルマの演技、エスタマンの音楽が高く評価され、50日間以上、上映された。アル・アルジュン・プージャー。 ヘイグデー、アービンダセイモサベラロガバの公開後、トリビクラムスリニバスが、アルアルジュンを主演に迎えて、新作映画を制作するという報道が流れた。後に企画は、正式に発表されたが、映画のジャンルについての詳細は発表されなかった。2018年12月31日にギターアーツが、新作映画の企画を発表し、トリビクラムスリニバスが監督を務め、 ハーリカハーシンクリエーションズと共同制作になることが明らかになった。2019年4月8日のアルアルジュンの誕生日に合わせて主要キャストとスタッフが発表され、同月14日にプージャが取り行われ撮影が開始された。2019年4月23日から第一スケジュールの撮影が始まり、6月5日から第二スケジュールの撮影が開始された。 この期間中に、プージャー・ヘーグ・デー、ニベタ・ペトラージ、タップー、スシャントが撮影に加わった。8月15日には、映画のタイトルが、ALA ベイクン・タッパー・マローであることが発表された。11月中旬からは、歌曲シークエンス、サマジャバー・ガマな撮影のため、撮影チームはフランスに移動した。シーンの一部は、ルモン・サン・ミシェルとエッフェル島で撮影された。また、 リドでも撮影が行われ、LA ベイクンタ・パーマローは、同地で撮影された、最初の南インド映画となった。悪役には、タミル語映画の監督、俳優のサムドラカニが起用された。サウンドトラックと映画音楽の作曲は、エストマンが手掛けている。2020年1月5日に、テルグ語版の楽曲が、デジタルリリースされ、翌6日には、ハイデラワードで開催された、 アベピールミュージックコンサートでエスタマンと彼の音楽チームによって楽曲が披露された。同月10日にはマライアーラム5番の楽曲がリリースされた。制作チームはショートビデオをリリースして映画のプロモーションを開始し、8月15日のインド独立記念日に合わせて映画のタイトルを発表するためのショートビデオが公開された。映像に収録されていたアル・アルジュンのジェスチャーは、 監修を魅了し、視聴した映画ファンは、ALA ベイクンター・パーマローが、中3階級の家族を題材にしたユーモアのある作品になることを売り返した。2019年9月1日に宣伝ポスターが公開され、高層ビルとベントレー車を背景に、スーツ姿のアルアルジュンが描かれていた。10月17日には、ダシャラー祭りに合わせて、アルアルジュンをフィーチャーした。 新たな宣伝ポスターが公開された。これに先立つ同月13日には、明細服を着たあるある順の宣伝ポスターが公開されており、同月20日には、スシャントをフィーチャーした宣伝ポスターが公開された。タップーをフィーチャーした宣伝ポスターは、彼女の誕生日である11月4日に公開された。マラヤーラムご吹き替え版の宣伝ポスターは、 トリビクラムスリニバスの誕生日である11月7日に公開された。12月8日に特報が公開され、同月11日に予告編が公開され、好意的な意見が寄せられた。同月19日には、マライアーラムフキカエ版の予告編が公開された。2020年1月11日にアメリカ合衆国で公開され、インドでは、 翌12日のマカール・サンクランティに合わせて公開された。ケーララ州では、アング・ベイクンテイプユラのタイトルで、マライアーラム5吹き替え版が公開されている。2月27日からは、ネットフリックス 3NXT で、英語字幕付きのデジタル配信が開始され、3月4日からは、マライアーラム5吹き替え版の配信も開始された。 トリビクラムスリニバスファーストポストのヘマントクマールは3.255の星を与え、トリビクラムスリニバスは最高の文筆家であり、彼の文は音楽のように耳に届きます。彼はあなたが物語を通して、キャラクターが話したり歌ったりするすべてのものを理解させたいと思っています。しかし、ALA ベイクンタパーランの例で彼は遠回りしてキャラクター同士の感情的なドラマに、 焦点を当てています。軽妙な筋道とユーモアだけではなく、キャラクター同士の感情的なやりとりが深い印象を残していますと批評している。ロ費ヒとモハンは恋もいに批評を寄せ、3.5、5の星を与え、あるある順のファンだけではなく、すべての映画ファンも、ダシャラー、祭りシーズンに干渉するのに、最適なファミリーエンターテイナーになっていますと批評している。 ハンズ・インディアは3.25、5の星を与え、キャストの演技と物語、映画音楽は好意的な評価を与え、大きな失点はなかったと分析した。ザ・タイムズ・オブ・インディアのニーシタニア・ヤ・パティは3.5、5の星を与え、LA ・ベイクン・タパー・ラン・ルーは決まり文句と予測可能なストーリーにもかかわらず、トリビクラムはうまくマネージングして、彼が約束したものを私たちに届けました。 あるある順のために映画を見てください。特に彼のファンにとって、彼は映画の中で輝いているでしょうと批評している。ザクイントのカールティク・ケーラ・マルは映画を楽しさを約束するエンターテイナーと表現し、PSB ノードの撮影技術はアクションエピソードの映像を前衛絵画のように見せてきます。そして何より楽曲はご馳そうです。まさにごちそうなのです。 と批評している。インターナショナルビジネスタイムズのバーバナシャルマは、アルアルジュンは2年間のギャップを経て戻ってきました。観客の期待に応え、至るところにトリビクラムの印象を記した AL、ALA ベイクンタパーランドゥーは、サンクランティの祝祭の音色が鳴り響き、一見の価値があることを保証しますと批評している。ザヒンドゥーのサンギータデビドンドゥは、A 映画をトリビクラムと、 あるあるジゅうのデュエットによるエンターテインメントドラマと表現している。ありがとうございます。